やっほー、おかちです。今日はね、めちゃめちゃ練習してるけどなかなか試合に出れない、そんな君たちに伝えたいんです。努力だけではダメなんだよ。大学に入学した、もう決めてて、大学に入ったらボーってめちゃめちゃ熱くなれるもの、そして自分がキラキラキラ最高に輝けるもの、それを見つけて、それを見つけてもう全力でやるって、もうそれ決めてて。だってな、だってな、中学高校大好きなバスケットボール、おかちね、めちゃめちゃ練習してたよ。でも練習してたけど全然試合に出してもらえへんかった。ずーっと補欠やって、もうそんなん嫌やと思って、どんどん自分のこと自信なくなっていくし、傷ついていくし、だからもうとても悲しかった。もうそんな自分が嫌やって、だから自分を変えたい、そう思って大学に入ったい。そして見つかった、これやっていうものが見つかって、それがラクロス。みんなラクロスって知ってる？なんかね、棒の先に網がちょこんって乗ってて、サッカーよりもちっちゃいゴールや、そこにみんなで大きいシュートをドンって入れるやつ、なんか空中版のアイスホッケーみたいな感じ。もうそれをやろうって決めて、もうなんでか、もう簡単やん。そのスポーツはほとんどの人が大学に入ってから始めんねん。だからスタートラインは同じやん、同じとこから用意ドンやん。そう、わかる？考えてみて、今からサッカーやる、今からバスケやる、大学からやってもちっちゃい時からやってる子には勝たれへん。でもラクロス、みんな同じとこからスタートする。じゃあ大学に入ってからの自分の頑張り努力次第で日本代表にもなれるんじゃないか、そう思ったんよ。でおかっちはもう決めてたから、もうこれやって決めてたから、努力の量では誰にも負けない。朝5時に起きて電車に乗って運動場に行きます。もちろん誰もいません、おかっちが一番。そして自分の練習をしっかりとやって、チームの練習をやります。それの練習が終わってから、おかっちが大嫌いだった筋肉トレーニングを週3回やって、プロテインを飲んで筋肉をつけて、そんなことをずっとやってて、1年間死に物狂いで練習しました。じゃあ頑張ったら力になるね。そう、自分だけの武器ができました。それがワンオンワンです。1対1、いいですか。目の前に相手がいる、1対1っていうのは目の前に相手がいて、それを完全に抜くということです。そう、このおかちはね、これダッチっていうんだけどね、このダッチがものすごく速い高速ダッチです。もう相手の人から言わしたら、いや消えるみたいな、消えるで、やるで、消えたやろ。そう、もう見えんぐらい速いみたい、だから止められへん。決めたよ、もうこの武器があればおかっちはもちろん試合にも出れるし、めちゃめちゃ活躍できるし、日本代表にもなれる。そう、すごい確信してました、自信満々やった。よし、これでおかっちは戦っていくぞ。嬉しいことがあって、大学2年生の時におかっちは関西選抜に選ばれました。そしてオーストラリアの選抜と戦って、だって考えてみて、関西でラクロスをやってる人って大体1000人ぐらいもんね。その1000人の中から選ばれたんよね。しかも2年生で選ばれたのはたったの2人だけ、その2人の1人に選ばれたんよ。もうすごい自信満々だって、気分ノリノリよ。もう俺が関西で一番うまいんやみたいな感じで、かなり調子に乗ってたね。だって試合前にな、君が弱はみたいな感じで国歌とかも歌うわけよ。でっかい球場でたくさんの人の前の中でプレーするわけないの。それは自信出てくるわ。
もう俺このままいけば日本代表になれる。もちろん試合にも出れる。そして大活躍できる。そして今まで中学高校バカにしてきたやつらを見返すことができるんだ。そういう風に思ってて、もちろん自分のチームの中でもレギュラーに選ばれました。同じ学年で同じポジションで選ばれたのは2人だけ、僕と山下くんという子だけね。もうお勝ちには怖いもんがない。第1試合が始まりました。みんながすごい注目するわけだよ。その注目されてる中、だって関西選抜やからね、どんなプレーすんねんってみんな見てるやん。その中でお勝ちはシュート決めました。でチームも勝ちました。そう、第1試合は大成功やって、チームのメンバーからも監督からも先輩からもめちゃめちゃ褒められたよ。お前がいたから勝てたんやみたいなこと言われたよ。でもね、そう長くは続かなかった。落とし穴があって、落とし穴があって、穴がでっかい穴があって、そこにすっぽりはまってしまったよ。落とし穴、他のチームにバレてしまったよ。あいつはパスせえへんって。2試合目が始まった。そしてボールをキャッチする。おかっちがやることは決まってんねん。ワンオンワン、目の前の相手に向かって突っ込む。そしてフェイントを仕掛けて抜く。ここまでは簡単や。目の前から相手はいなくなった。そしてシュートを打とう、シュートを打とうと思ったその瞬間や、いるねん、抜いたけど2人目すぐここに敵がいるねん。長い棒を持った敵がここにいんねん。なんでいんねん。カシャッ、潰されたよ、潰されたよ。え、何が起こったか分からん。なんやなんやなんや、ボール奪われたよ。奪われて向こうにて点数決められた。おかっちのミスで。何が起こったか分からん。大丈夫大丈夫、今のはたまたまや、今のはたまたまや。はい、もう一回ボール来たよ、ボール来たよ。もう一回ワンオン仕掛ける。後ろに下がって自分の周りにフェイント、抜いた、簡単や。シュートがおんねん、ここにおんねん。まだ2人目がおんねん。そしてガシャッ、潰された。なんや、これはなんや、予想してなかったことが起きた。なんや。そしてもう一回やる、抜いた、まだおんねん、また潰された。もう一回やる、潰された。ピリッ、メンバーチェンジ、交代させられた。なんで帰んねん、次やったら絶対成功する。関西選抜の俺がおらんかったら絶対勝たれへんぞ。そう思ったよ。もうなんというかもうパニック状態、何が起こったかわからへん感じよ。自分が一番得意なプレー、得意な技が止められてしまったんやからな。で、おかっちはもう試合に出れなかった。でも同じ学年で同じポジションの山下、あいつは最後まで試合に出ていた。それだけじゃない、3点決めた。あいつはみんなから褒められるよ。エース、期待のエースや。おかっちが期待のエースやったのに、おかっちから変わってあいつが期待のエースになって、他のチームからも誰あいつ、2年生でヤバえぐみたいなこと言われて、もうなんかもう どうしたらいいか分からなくなって、おかっちも試合に負けたことっていうのはね、実はね、あんまり悔しくなかった。それ以上に自分が試合に出れなかったこと、自分が活躍できなかったこと、そしてライバルの山下が活躍したこと、それが本当に本当に悔しかった。分かるやろ、君たちやったらおかっちのその時の気持ちが絶対分かるはずや。そして第3試合、もうその時のおかっちにはもうゴールしか見えてなかった。もうゴールしか見えてなかった。関西選抜の俺が関西選抜でもない敵のやつに負けるはずがない。そして同じ学年の山下にできておかっちができへんはずがない。もうもらったら突っ込んでシュートを打つ、もらったら突っ込んでシュートを打つ。でもね、何回やってもうまくいかへんねん。おかっちの弱点みんなにバレてるから、みんなが潰しに来んねん。それでおかっちは簡単に潰れてしまって、もうそれだけじゃない、どんどん自信がなくなっていく。もうボールを持つのも怖くなったよ。もう俺にボールをくれるな、もうボールくれるな、ボールもらって、もう自分が得意な技を仕掛けずに横の人にパスする。それパス、そうするとね、パスも変な方向に行ったりするんよ。そうするとどんどん自信がなくなっていくんよ。ピピー、交代、また交代。そしてそれから、それ以降の全ての試合でおかっちが試合に出ることはありませんでした。こんなはずじゃない、そう思ってたよ。関西選抜に選ばれて、そのまま試合でも大会でも大活
躍して日本代表の監督なんかにね、おあいつすごいなって思ってもらって、日本代表の練習とか参加して代表に行く、そういう道ができてて、自分の中では。でもね、こけてしまったよ、いきなり試合にも出れなくなった。それだけじゃない、同じ学年の山下、あいつは大会の最後まで試合に出た。それだけじゃなくて、関西のベスト10プレーヤー、その中で2年生で選ばれたの、あいつすごいよ。同志社の2年生すごい。誰？山下。俺じゃないね、山下よ。もう絶望、全てがなくなったよ。もう真っ白、何も見えなくなって消えてったよ、いろんなもんが。でもな、その時のおかちはそこで終わらんかって、すごいね。何もなくなったよ、希望も自信もなくなった、プライドもなくなった、意地もなくなった。もう真っ白やから全部なくなった。全部なくなったってことは、失うものもなくなったってことやね、ゼロになったんや。だからすごい落ち着いてた。落ち着いて考えた、おかっちがやるべきことは何やろって。みんなならもう分かるやろ、おかっちが何をやったらよかったかって、そして何をやるべきなのか。それそれやって。3年生になりました。大会1週間前の夏合宿、そこで紅白戦をやって、紅白戦、それはチームの中で2つのチームに分かれて試合をする。その試合の結果で自分が大会に出れるかどうか、レギュラーになれるかどうかが決まる。すごい大事な試合、おかっちにとっては最後のチャンスやって。でも全然焦ってなかった、何のプレッシャーもなかったよ。だって自分がやることはもう決まってたから。ボールをキャッチ、ボールをキャッチして自分のところに回ってきた。もうやることは簡単や、目の前の相手に向かって突っ込む、突っ込む、そしてフェイントを抜く。そりゃ抜けるよ、目の前から相手がいなくなった、これがお前の武器なんや。でも次の瞬間2人目がやってきた。そうよ、そいつもおかちの弱点知ってる、そいつも試合に出たい、分かるよ、お前の気持ち、おかちを止めてアピールしたい、分かるよ。でもお前その瞬間にシュッ、パスをして、そのパスを受け取ったのは山下。山下はそのボールを取って楽々シュッと決めた、入った、入ったよ、シュート、おかちからのパスを受け取った山下のシュートが入った。もうその最高に嬉しかったよ、あの時。おかちが考えていた通り、予想していた通りのことが起こったんよ。おかちがワンワンを仕掛けて、そしてそいつを抜く、そしてシュートを打つふりしたら山下の敵がおかちに寄ってくる。じゃあ山下ノーマークやろ、そこにパスをしたら簡単に山下はシュートを打てる。その作戦が成功や、おかちはめちゃくちゃ嬉しかった。まあどうせ嬉しかったよ、嬉しかったけど、おかち一人でいいわと思ってて、まあシュート決めたら山下やからな、みんな山下のこと褒めると思ってて、でもナイスパス、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 岡崎。いろんな人がおかちのところにやってきて、もちろん山下のところにも行ったけど、おかちのところにやってきて、おナイスパス、ナイスパスって、なんかハグされたりハイタッチされたり、何こんなに、こんなに喜んでもらえるの、喜んでもらえるの嬉しい。そうな、おかちってこんなにチームと必要、チームに必要とされてるんや、認められてるんや、めっちゃ嬉しかったよ。山下もさ、ナイスパス言ってくれて、何これって、もっと早くやっとけばよかったと思って、それから何回もその試合で同じことをやりました。全部成功よ。そこの、そしてそこの紅白戦の結果が認められて、おかちは大会でレギュラーになることができました。そしてその大会でおかちはめちゃめちゃ活躍できた。関西リーグ1位突破で社会人チームを倒して全国3位になってるチームで、それだけじゃなくて、おかちも関西ベスト10プレーヤーの一人に選ばれることになって、おかちよりも山下とか他の人の方が点数を取ってたね。でもおかちがその時は選ばれて、でももはやそんな関西ベスト10プレーヤーってどうでもよかった。その時はおかちが選ばれるっていうことよりもチームが勝てたことが嬉しかった。でもっと言えば、チームが最後負けてしまった時にすごい悔しかったよね。
自分のことを超えて、もうこのメンバーとこの先輩とこの仲間と同じメンバーで一緒に練習することができへんのかなと思うとすごい悲しかったよ。ここからがメッセージです。どうしても試合に出たいんやったら2つのことを試してください。1つ目、もう分かるやろ、自分にしかない武器を見つけてください。他の誰もやってないこと、他の誰も持っていないもの、それを見つけんねん。分かる？みんなが頑張ってるの知ってる、努力してるの知ってる、本気でやってる、全力でやってる知ってるよ。でもただ努力するだけ、頑張るだけやったらダメやねん、試合に出られへんねん。あいつと同じことやっててもダメ、山下になろうと思っても山下になられへんねん。いや、なる必要がないねん。みんなはみんな、おかっちはおかっちや、自分にしかない武器を持つ、それがあるから君たちは選ばれんねん。君たちじゃないといけない理由、それがあるから選ばれんねん、選ばれて試合に出れんねん。それで終わりじゃないで、それで終わりじゃないで、もしそれで終わってたら昔のおかっちと同じや。2つ目、試合に出るために大切なこと、自分の武器、その武器ができたらその武器をどうやってチームのために使うのか、それを考えてほしいの。自分のためじゃないよ、チームの役に立てる、役に立つためにどうやって使おう、それを考えてほしいの。おかっち、おかっちの武器はワンオンワンです。目の前の相手を抜く、それがおかっちの武器、他の誰にも真似ができない武器やった。で、同じチームにはシュートがめちゃめちゃ得意な山下がいる。じゃあおかっちがやることはもう簡単や、目の前の相手を抜いてシュートを打つふりをしたら山下の敵がおかっちのところにやってくる。じゃあパスをしたら簡単に山下はシュートを打てる。そういうこと、わかる？自分の得意なことで相手の得意なことをどうやって生かすことができるか、仲間のことを考えて、みんなのことを考えて、自分の得意なことを使っていこう。誰かの役に立てる、チームの役に立てるって結構楽しくて幸せなことや。それがおかっちは3年生になるまでわからんかった。シュートを決めることが全てやと思ってた。シュートを決めないと褒めてもらえないと思ってた。だからいろんな人がお前パスせえって、お前パスせえよ、早くもっとパスせえよって言われてたよ。監督とかコーチとか先輩に言われてたけど、おかっちは誰の声も聞こえませんでした、聞きませんでした。自分のこと、自分の武器を自分のために使おうとしてて、だから試合に出れなかったんよ。だからみんなも一人で考えててもわからんことがある。自分には何が得意で何ができないのか、そしてどうやったら試合に出れるのか。みんなにわからんことでも監督ならわかる、先輩ならわかる、同じ年の子やったらわかる。なかなか聞くの恥ずかしいかもしれん、恥ずかしいかもしれへんけど、でも試合出たいんやろ、どうしても出たいんやろ、じゃあその恥ずかしさなんかぶち破ろう。聞くだけや。どうやったら試合に出れるんですか。そして自分にしかない武器を持ってチームのために使おう。チームの勝利のために、チームの目標を達成するために自分の武器を使おう。でもこれだけは忘れないでほしい。試合に出れなくても、レギュラーになれなくても、コーチに選ばれなくても、君たちという人間がダメになったわけではないからね。 OK？ ダメじゃないよ、人生も終わったわけじゃない、まだ始まったところなんだから。世界はめっちゃ広いです、めっちゃ広いです。今ここでダメだからといって全てが終わるわけじゃない。だから本当に辛かったらやめてもいいよ、そのスポーツやめてもいい、苦しかったら逃げてもいいの。ここから一歩離れたら君たちが輝ける場所は絶対あるから。 OK？ 辛かったら逃げてもいい、スポーツは諦めてもいい、でも自分のことを諦めるのをやめてほしい。自分で自分のことを嫌いになったり諦めてしまったら本当にそれは終わってしまうから、諦めるのは早い、絶対にできる、自分ならやればできる、できるんだ、それを信じて、ね、自分を信じてほしい。そしてこれからのスポーツ、そして人生、山のように楽しいことたくさんあるから、エンジョイしてほしいとおかっちは思ってます。そんな感じでした。
それではまた次の動画で会いましょう。 See you!